さあ一つあの確認なんですけれども、はい、もしあの最後に優勝の目が見えないとかなり厳しいといった中で一つでも上の順位を上げて終わって。はい 1> 1 まあ三位が二位になったり、四位が三位になると、来年の。両戦のシードだったりも、トーナメントが一つ上になると、ということで明確に戦う回数減る、減るんですね。もう大違いですかね。次に竜王位、まあシードが一つ違うと。次に竜王に取れる可能性が倍違うってこと。ですか全然違います。なので、そういった最後のパターンで、並べ的にもかなり厳しいって言った場合には。一つでも上の着順を狙っていくことがあります。ありますね。全然あります。あります。ありますし、まあ。 まあ、ね、そんなのがなかったとしても、その試合結果っていうのは記録としてずっとね。残るものなので、それはもうそれぞれがそれをどう捉えて、どう打つかっていうのは、まあ、わからないですね。はい。何をやっても。オッケーです。はい、オッケーです。はい。さドラがウーマンの、トン一曲一本場。張さんの親が続きました。トータルスコアがマイナス10.6の現在張さんは。 長谷川選手とトップラス、そしてトップ三着トップ三着ならに万点差。はい、二、はい、万八百点ですね。二万八百点差つければ逆転、はい、といった条件です。はい、さあ、調査もと,もとこうあの私が最高位に入る前からあのトッププレイヤーで活躍された方で、うん、まあおしまれながらね一度プロを 引退されましたけれども、その後からもまだまだね、多くの麻雀のはい事業に携わっていらっしゃる方ですから、馴染み深いですよね。ね、あの多分最強位と最高位取ったの多分同じ年、あそうです。二千八年に取りました。最高で最強っていうのをね、やってるんですよね。それね、はい解説で言いましたね。言いましたね。初代のはい最高で最強です。あ最強で最高はい。 二代目が本堂さんですね,、はい、ねっていう話もう、ね、はいありがとうございます、はい、失礼しました <laughs> <laughs> もともとこう最高位を取るだけでもすごいことなんですけどね同時に最強位もゲットっていうのは本当素晴らしい成績ですよね,ねドラドラでま,まとまるとうん2勝点手になってもおかしくない はい。もうピンズはいらないよってことですね。なんか単位用に向かって、急走パーソンっていうのを。打っていく手もあったんですけど、えー、ちょっとソー像の上が安いんですよね。だからちょっとこのペンチソーは、あのー。結構頼りになるんじゃないかっていう山読みがあるんだと思います。はい。チーソーはの場に一枚。あ、おお<ー>。リーチか。クラリーチか。ドラさん隠れドラアンコだ。はい さあこのチーソーさんが来てるぞチーソーでどうですかしかし山に一枚しかないあでも一枚いればね。うん、さっきもがれたんでね、うん、はい可能性十分にあります確かにさあ親のリーチを隠れドラアンコさっきとは打点が違いすぎる本当ですね他、うん、の選手はどう打つか来機が少し押し返せるかもぐらいですか、ね、うんうんうん、おーすーまんですってすーんですって ソロさん数万数ある中から本当と来てほしくないランキング上位1位かもしれないような数万来ましたでもチ小層一枚ありますからチ小層一枚ありますねあの時決断のチーピンギーでしたもんねそうなんですよこういうの覚悟の上なんですよねあなくなっちゃったなんてこったなんてこったいさあライトミスであ白鳥さんもインションってライトミスもインションってなんですけどこれ押し返せますウーマンドラですよ と厳しいですか、ね。数万が三枚見えか、長谷川から。ドラ立てだけですかね。ねドラ立てに引いたら、リャンワンプッシュして頑張りましょうと。一応今リャンピン三枚目が見えて。イピンがワンチャンスになりましたね。はいさあ、チーソー山からなくなってしまった。おーお<ー>、三層が来たぞ。イースジソフリテン。すまが現物になっ。 ねはいね、通案の方が安全にいけますが、ウーとの振り替えが効かなくなっちゃう。そうですね。ドラが引いた時に。痛い。うん、今は場に一枚切れ筋です。まあ、宣言杯がね。三番なんですよね。ねシャンポンを一応警戒したという感じですね。うん、あ,ありがたいことに、今回はもうドラは来ないんでね。あ、ドラ来ないですか。な、はい、ドラないんでね。あそうか。はい、そうですね。ということは。悩みなくいけるかもしれない,、はい。来期の復活もないと。 ないですね。ね三索来た。お天テどうする。現物。チーピン、バニスチ、スチーピンが三枚目。スーピンバゼロ。今三枚目打たれたところか。いや、スーピンない。チーピンのあと一枚。なかなり薄い。そして、リャンソウは通っていない。相手は親のリーチ。三色とかになれば、まだね、戦う理由も。 人がジャンプになる形はそうですね。で,で,ーでもリーチといった相手は山ゼロこっちは山一えらい違いです、ね、いよい,、うんはい。さあ二軒リーチとなりました <laughs> 親の長のリーチに対して白鳥が追いかけリーチいやこれは頑張りましたよ一つ決意ですね、うん、だって親リ に対してピンフのみで追っかけてますからねしかもチーピン三枚切れの、ええ、これは結構決勝バランスかもしれないですねあれなんかチートイツ転売チートイツ転売っちゃいましたローマンですねローマンローマンローマンうん、うん、持ってないようでチョウさんが一枚だけあれ山々ローマンが一番多い、うん、タイヤをチートイツのローマン山に二枚 なんか中林さん一回戦もなんかこんなんでひょっこりさばいたのはありませんでした？うん、ありました。八百千六百。八百千六百ね。うん。チワいや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  <laughs>。いやチーソンは残っていない。ロワン二枚、チピン一枚。えでもこれこのまま行ったらあれ？あれパソか。パーソーは？パーソー怖いですね。チーソンワンチャンス。はい、チーソンワンチャンスだけど。 二人に無筋。いった。私これすごい。これもすごいですね。これも何？どう見ても来てますね。どう見ても来ますね。決勝バランス？これは一人の点じゃないですか。一人の点は嫌だ。嫌だけど今現実です。一人の点が。ラスだけは嫌だって言います。ね、そうそうそう。言ってんの二ね、ラスだけは嫌なのに。 一人脳天。一人脳天させられそうですよ。親番は落ちず、はい。そうです。<laughs> 一人脳天って一番嫌かもしんない、なんなら。あの、園田さん、一番嫌いですよね。はい、もう一人脳天、この世で一番嫌いです、ね。ではい。結構私耐えられます、ね。あ<ー>、ローマンが寝たけど。ロンって言わない。ロンって言わない。うわ、長谷川の一人脳天のがいいってことだ。そういうことだ。 いやすごいですねそうか、中林はトップラスであ、入ってるちょっと悩ましてくださいはい中島さん、ソダさん、ちょっと一回集合しましょうこれ、積もって言った方がいいのか積もって言った積も？ハイテー、チートイのタイヤをですね、24000 2100、4 0 0 条件にトッププラスが絶対で入ってるからそうです、ねうん、中林からしたら長谷川とまずトップラスを絶対に決めて2万7500点差をつけなきゃいけない。うん、今一つ決意の見逃しあったんですよね。いやー意志を感じる見逃しでしたね。えー、そして気づいたら拝点にいたと。拝点した。なるほど。<laughs> ちょっと漫画は一度もらしてもらえないましょうかと、うん。ですよね。うん、はい。あのある程度やっぱりその。 山読みにたけてるので吉田は。ツナ川さんコメントで見えたってきてるんで。うん、み、見えたって。いや、今見えなかった。です多分ツナ川さんが見えなかっただけじゃないですか。いや、今出てなかったです。本当ですか。今で出てない。今出てないですね。間違いない。出てない。うん。なかったそうです。山読みにたけてるうちで、続きありますけど。かなりその山読み精度高いんですよ。 でそれで待ち選択をしてつまがった時に非常に出やすいですね。なるほど、ね。はい、さあ、トン二局親は三原ドラが数万です。確かにね。僕去年あの吉田と同じリーグだったんですよ。あの最高戦のリーグ戦で。はい。はい。でやっぱりま待ち取りがすごい上手いですね。ターズ選択だったりとかが結構上手くてでまあ選択先延ばしにして。 状況が見えてから。決めていくみたいなことも結構やりますし、うんうん、はい、やっぱりつまがりが多いですよね。はい、なので。さあ、中林が仕掛けています。チュンをポンして、いいシャンテンです。はい、まあ、中林はね、あの。比較的仕掛けるタイプなんで、こういう。こういう手でも積極的に行きますよね。うんうん 守備力も高いですからね守備力に自信があるからああいうチューンをかあの簡単にポンとしていけるっていうのはありますよね例えば水口だったら多分泣かないチューンかもしれない、ね、れない、ね、と思うんですよね、はいうん、しかもドラ1ありますからねはいうんさあその水口は結構いいですねいいですね形としては。はい 三原はちょっと、かんちゃんが多い。ですかね。あ、このりゃんまんで結構、形としては良くなりましたかね。いいですね。は,はい。はい、数ワンツ持った時は、りゃンぴん数ピンに。そうですね。なりますかね。ねちょっと妥協したいですかね。はい、ちょっとだけ三ピンがいい可能性があるので,、うん、ですね。その辺ですよね。やっぱり、ねうん、見せてくれるかなと。若干数ピンを引きました。三原です。はい。間に合わないと思えば、仕掛けていくかもしれないですけれども。 さあドラが重なりました。はい。中林にドラの数ワが重なって、うん、漫画の医者手になっています。かかこれ9ピンが結構四角に入りますね。そうですね。ちょっと意外なのは老層から切ったことですね。ああなるほど。はい。結構中林そういう点のケアが、うん、はいケアするタイプなんで、やっぱ六八って切っちゃうとどうしても土層のね可能性がちょっと薄くなっちゃうんで、うん、あの八六って切るとまあ。 普通に地、ね、層もある手順なんですね何でもあるっていうことですよね,ですねはい、はい、なんか中林ちょっと変わったかもしれないですねうんそういう安全度を優先していると、はい、まあ周りの感じもあるんでしょうけどねそうですね、はい、そあそうですね3相もつもぎりましたねあこれ残しちゃうともう今角さんが言ったような両層相がもう本当浮き彫りになっちゃうってことですよね、うんうんうん おはん親の三原が有効杯を連続つもしてリーシャー手になっていますはい何かいつの間にかすごい手になってますね、はあ、すごくいい形になってますねたぶん仲よしこう受けてるのはそろそろ来そうだなっていうのがあるんでしょうね、うん、ありますね例えば、えー、吉田が泥ひょうを切ったりしてダブトンも早いですし、うん、かなり速そうっていう印象を持ってそうですねうん、うん さあ天敗が入りました小屋の三原<ら>リーチをかけます町は老朽そう三原の出番ないかなと思ったんですけどね,ねかんちゃんかんちゃんって引き入れてましたからね、はあ、さあはい、うん、ねなんなんもって,てよかったなっていうやっぱり先に来たなって感じですね中林の欲しい9ピンは 吉田ともちもちだったんですけれどもどうですかねこの q ピン泣けることはありますかね。宣言杯がパーピンなんですよね<の>なるほど。パーピン4枚見えててノーチャンスなんで両面では当たらないんでねんあの通常打っていきやすい牌ではあるんですけどうん、うん、宣言0パイがパーピンなんで結構ケアはされると思いますね。うそうなんですよね、はい、は4枚目のパーピンが 宣言杯ということで、はい、やっぱりそのキューピンと何かのシャンポーみたいなパッと頭に浮かぶんですよね,すねだからあの吉田一発目に来たダブトンも止めてますしケアしてますし、うん、キューピンとダブトンのシャンポーなんていうのもパッと印象的に頭に浮かびますからねそうですねさあ掴んだぞそして中林にも店配が入っていますスーワンとキューピンのシャンポー待ちです半端なしうんこうなると 万ーピンは関連してーピンの方がね関連してる可能性高いですからーピンと何かのシャンポンでダブトンじゃないかもしれないですね。でトンが初めから当日だった場合はもう1枚目のところで泣いてますからね泣いてることの方が多そうですからね特に赤ドラ多いですからこのルール。であっ急はもう今現物になりましたねはい。 これで大丈夫そうですかね、もう。まあ、ちょっと中林が押してるんですよね。はい、結構強めに。チーマンがこれ打っていけますもんね。<laughs> はい、ここだと。はい。さ三原の町である老朽さは残り山に二枚。うん、かなりいってますよね。今のチーズは結構。強烈ですね。すねまあ、完全安全牌がにゃんしかない。 ので、ちょっとまだ逃げ切れない、はい、っていうのもあるんでしょうけど。中林の町は山にはありません。中林チーピンとチーマンはもしかしたら、少し読みが入ってたかもしれないですね。まん、三原マンズがイーマンリャンマン離れて手出しなんで、あ<の>まあ数値マンは、あの、ない。単独ス数値マンはない可能性があると、いう話と。はいはい まあ、千元パ,イパーピンなんでその裏筋のチーピンはそこそこ切りやすいというようなのがあったかもしれないですねあでこのローソウがもうそろそろここで止めるかもしれないですねこれチーソーもいってしまってるんでそうですねはいもちもちそうですね残り順目からも考えてはいぼちぼちやめるかなっていう感じですよねうーん 多分こんだけ悩んだら中林は切れないと思いますよそうですねじゃあ何切るのかっていう選択に移ってると思うんで、うんうん、はい、はい、現物の凛蔵を選択す,、ね、すごいですねまあこの辺はさすがですね、うん、この辺のバランス感覚がやっぱ中林の持ち味なんで、うんうん、さあこの凛蔵を水口がチーしましたいいシャンテンになっていますはいあわよくば天敗を入れようかな、うん、中林急ピンの取り外しも視野に入ってたんで,でしょうねそうですね選択肢に、はい 三蔵は単独両面にしか当たらない三蔵ならおすカチあるとこれ思ってるかもしれないですね残りいつも一回そうですね老僧より三蔵の方がかなりパターン少ないですからね当たるうんもう壁に琳曹三位相琳曹並んでますからねはい どーちさん、イワンにゃンは離れていると、スチワンが減る解説をしてくれということなんですけれども。これは、私ちょっと一回、え、予想してみていいですか。えっと、イワンとリャンワンが離れているので、リャンワンにくっついているスワンが手の内に。あった可能性が高い。<laughs> そうですね。うそういうことですね。<laughs> あ、両面がじゃなくて、単独両面の可能性が低い。そうですね。だから、例えば、四四五六とか。はい。そういうのはあり得るんですよね。三増しました。さすが。素晴らしい。さあ、これで再び中林転廃になっています。僕、正直言って、中林、あの十年近い付き合いなんで、あまり褒めたくないんですけど。こういうところはね、本当にさすがと言わざるをええ。はい。 でも結構中林と同じ研究会に入ってたりするんで、中林の話とか結構聞くんですけど、はい、今みたいなそのイーマンリャンマン手出しのそのスライドとかを結構うん、うん、あのしっかり見見てくるというか、うん、結構利用してくるなっていう印象があるんですよね。そうですね。中林はそういう、はい、あの手手出しとかのパターンについてはほぼすべてすべて完璧に把握してるんで、うんそうですよね。さあ流局いたしました。三原中林の二人展配です。はい。 腹立ちますけど、さすが中林とという感じですね。すね実際あのまま老僧をしていたら宝珠で、はい、ただ三蔵イカ回,回って三蔵切り天杯に戻せたから宝珠にならなかったっと、ね、そういうことですね。はい。神業に見え見えますけれども、中林としてはまあリスクリターン考えてバランスを取った手順だと。 今日のハンちゃんとかでもいろいろあったと思うんですけどんかノータイムで止める範囲決めているかのような決めてるで普通んかトンを引いてからくねくねしながら降りるか降りないか悩む人多いと思うんですけど切る理由を探したくなるのがやはり麻雀うちの差がといいますか。 模索したくなるのがやはり、うん、私はちょっとね、マー麻雀打ちとしては、差、うん、がかなと思ってしまうんですが。中林法理は本当にそこらへん判断が早い,早い。めちゃくちゃ早い。ですよね。解説者流せないぐらい早い。<laughs> うん、あの前半戦でも、すっちしそうだけ止めて。ノータイムで。<あれ> <laughs> 見た。あのね、またとく、うん、とかもう。あれね、解説の。うん、あのー。

これ中林ちいそうあんこで持っていて、うん、アサイガパス一枚だけ浮いてて、うん、今でも出そう。これ出るよ <laughs> 出る出る。矢島もこれいやこれ出る出,で出るんじゃないこれ,これ一旦リャンゾーか一旦リャンゾー。まあリアンゾも怖いけどね、はい、リャンゾー打つってことはまあ間違いなくまあ親ですもんねしかもトータルポイントラス目の、はい これはね、もう。これね、矢島発射台です。パーソン一番右に置いています矢島。しかも、あれですよね、チーソーないんですもんね。GP ピーアン、貫通にした。えっと、これ、ぱ、まっすぐなパワーですね。パワーだ。はい、パワーまっすぐいった。うん。ほりしんごの。パーソーパンキは山には。残り一枚。チーソー。あれ、名古屋市すごい手になってません?。本当だ。そう、そのチーズを見れるような手。 そして今片筋になったウーアンをシレッド押しましたね、はい、矢島がパワーソーにローソーをくっつきましたどうするまっすぐなローソーですよ迂回すんなトンああ。<わ> <laughs> チンピンよカン親番の矢島斜め上の選択きたシンドラは<ー>シュン矢島追いつくかつくスソーソもカンツにした <laughs> ちょっと待ってスーソーをカンツにしてリーチャりますよ,ますよこれいったいったいったスソーソもカン もう一個かんってやつですねこれに対応はないこれでパーソー出なくなりましたよシンドラは三品。でもチーソーがないんだよな一枚しかこれ矢島価値ありますよチーソーは一枚しかないんですよ大丈夫かなトンがあ矢島とトン鳥でモチモチうんないんすよ急走の中しとモチモチこれ危ない危なくないパーソーが あまあ、パーピンパーピンって回るのがまあこれはアサイのパーソンも浮いてるし、うん、矢島はこれテンパイが相当厳しいんですよね、うん、無理じゃないですかだって急走も,もちもちですよね急走もトンももちもち、うん、でチーソーは1枚しかないチ、はい、ーソー引き入れた時のみあれ待ってアサイがあんこ二つ目。 スワンコリャンシャンテンただねパーピンがないんですよねなのでパーピンパーピンで迂回するが、まあ一旦チーワンが現物になってるんでチーワンで打ってテンパった時だけでもカシャンポンなんだよなカ、はい、シャンポンなんですよチーワンをなんか切りたくないような表情ということですよねいやーまあそれ何もなかったパーソン聞いたいですよねもちろん <laughs>、うん、ここは現物のチーワン しかもあの矢島の感によって打点が上がってるんですよ。はい、打点あの期待打点が、方中打点が。浅井、はい、スワンコイーシャンテン。うわ。あれ？すごいすごいすごい。すごいスワンコイーシャンテン？ただ球走馬が持ち合ってるんで、はい、なかなかね二人の上がりが。なんという曲でしょう。スワンコイーシャンテン二人。二人。カムドラが二つ。二つ。 あ、中林、9-1ドラなんですね。中林の方がいけそうかううこれ浅井、6-9ピン自分の手の内に四枚、ただチーピンが冠されている。そう、9ピンはね、はい、あの、ションパイの、あの、ノーチャンスなんですよ。うん。だから比較的通しやすいんだけど、ションパイということが気になってるかな。これ、裏ドラも三枚見えて。う いや、チートイーツで粘るも考えるか、はい、しかも、ホリチューンがドラで乗っかってるんですよね乗っかってますねキューピンはいシレッと通すこれ、ホリ積もったら羽ネマンなんですよ、うん、いや、でも中林がね、これ三、はい、蔵いるんですよ三蔵いるの、はい、わっわ来た来たサンコ、テ中林三蔵がいるんですよ三蔵と急走のシャンプマ,マウンテン急走はないんだけど<え>ちょっと待ってください三蔵が山に二ついる いるいで、パーソンも山に一枚いるので。2>, 2対一。しかも中林高いよ、ドラさんだよ、バイマンからだよ。中林対あじ、堀、どっちが勝つ。三、うん、違い。三蔵か。パーソンか。これでかいな、この上下。あ、三蔵が最後手に1枚いや。これね出てもおかしくないですよ、数層あんかんですからね。はい。浅いの手に余ってる二枚が。 うん、当たりハイどっちを選ばれるかで、はい、将来決まりますよジャンサイモだって数あんこイーシャンテンですからそうなんですよテンパったら行きたいんですよあでも数あんこイーシャンテンは3つつもった中林リュが出た数あんこおつも上がりきえ中林がここで数あんこおつも上がりました八千一万六千の上がり を継ぐものおそらく今背中からは龍が出ているでしょう大きな大きな上がりこれはもう決めましたね、うん、決めたね現在6万2300点になっていますいいいいや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  いやーご本人初のジャンオに向けて大きな一歩前進と言っても過言ではないでしょう堀の背中が見えてきましたバージャンスリア w チャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございますバージャンに関する動画をほぼ毎日アップしていますチャンネル登録高評価コメントツイッターのフォローなどお願いします また概要欄にマージャンプロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますのでそちらもご覧ください。